中央図書館は、愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目一番百五十五号に、ある、名古屋市立の公共図書館である。通称は、鶴舞図書館など。名古屋市内に二十一館ある、名古屋市立図書館の中央図書館機能を担う。九百二十三年十月一日、大正天皇御大天報祝記念事業として、開館した。 私立名古屋図書館を前身とする。その前身は1913年に同じく、鶴舞公園に開館した私立名古屋図書館である。1923年の私立名古屋図書館開館により、私立名古屋図書館の蔵書はすべて寄贈され、その役割を終えた。なお、私立図書館創設時の職員の一部は、私立名古屋図書館時代から継続的に勤務していた。 1984年には建物を新築しており、第17回中部建築賞を受賞している。名古屋市立図書館の中で、最も歴史が古く、郷土資料などの収集を積極的に行っている。蔵書数は、約131.6万冊であり、全国でもトップクラスである。市立名古屋図書館は、名古屋市教育会により1913年1月11日、 鶴舞公園流が池西藩に開館した私立図書館である。提出林野局所有の建物を賃貸の上、改造し、図書及び教育品が陳列された。この建物は鶴舞公園で開催された第10回関西府県連合共進会において、提出林野管理局名古屋市長が林野別館として閲覧に供したもので、 共振会終了後も残されたものであった。教育会会員及び一般市民にも公開された。館内には新聞縦覧書が設置され、不送新聞、東海新聞、名古屋新聞、新愛知、大阪毎日新聞、大阪朝日新聞、時事新報、国民新聞、放置新聞、中国新聞の地元紙及び全国紙十紙が提供された。また、 雑誌も14紙置かれていたという。1923年に大正天皇御大天宝縮記念事業として公園の西側に位置する竜が池西藩から東側に位置する社地が地藩に移転された。1966年4月11日から参考係と CBC ラジオのスタジオを中継して市民に対して ラジオを通じたレファレンスを提供する試みが、インスタント辞典と題した番組によってなされた。番組は、同年9月に終了している。1976年11月、童話、ピノキオについて、市民団体が、差別意識を植え付ける図書であるとの問題を提起した。それを受けて、自動室の当該図書の貸し出しを中止し、市内各図書館から回収することとした。 翌年10月1日、ピノキオについて公開で検討することとなり、自動室に特設のピノキオコーナーを設け、1年間様子を見ることとした。その結果、作品自体に表現上の問題があるとしても、それが障害者個人の人権を侵害するものであるとは言えず、資料提供を行わないことは、図書館の責任を放棄することにつながりかねないとの、 判断を示した。さらに、1979年12月、館長直属の諮問機関として、図書館の自由問題検討委員会を設置することとなった。私立名古屋図書館2階閲覧室1階展示文庫1階は、一般書と自動書、フロア2階は、専門書と、郷土、地域資料フロア3階以上は、書庫となっている。また、1階には、 展示文庫があり、約6900件タイトルの展示図書、約8500タイトルの録音図書を所蔵している。展示文庫の開館時間は午前9時30分から午後5時。地下1階には2つの読書室があるほか、飲食店がある。2018年4月1日、公益財団法人、服部国際小学財団が、地下1階の読書室1及び2の命名権を取得し、 学習室サポーテッドバイ、ハットリ国際小学財団として運用している。名古屋市図書館の命名権取得事例としては初、契約期間は2021年3月31日までとなっている。命名権使用料は図書館利用者の利便性向上に供される。また、同財団では読書室内に広報文書等を掲示するほか、学習参考書等を寄贈し、 学生の利用環境を整えている。鶴の恵み2018年3月23日に完成、公開された湧き水の展示施設。図書館のある鶴舞公園一帯は、大曽根層と呼ばれる水を通しやすい地層で、図書館周辺に湧き水が点在する。市民に湧き水に親した市民水循環への理解を深めてもらおうと、地下一階東側に設けた。 通常は中庭作後市に見学、イベントの際にデッキ部分を開放するという。湧出量は1日あたり650平方メートルに及びそのまま下水道に排出されているが、将来的には図書館近くを流れる新堀川まで専用館を付設した上で河川浄化に利用する構想もある。視覚障害者などの一般的な図書資料を 利用できない利用者に向けて展示、録音図書の提供をはじめとした各種サービスを行っている施設。1929年9月16日設置。公立図書館における全国初の視覚障害者向けの資料提供の例が1月の鹿児島県立図書館盲人閲覧室であることを考えればかなり先進的な取り組みであった。 1929年の解説時には207点だった資料は2016年3月時点で約1万点に増加している。主な所蔵資料は展示図書と録音図書で、録音図書はカセットテープ図書とデイジー図書がある。資料貸し出しも実施しているが、一般資料と異なり、愛知県在住の身体障害者手帳所持者などに限られる。また、 図書の手に役、録音は約150人のボランティアによって行われている。1986年設置。日本について書かれた外国語資料を集めたコーナー。市内及びその周辺部に在住する外国人の利用を想定している。名古屋市と姉妹友好都市である南京市にある金郵図書館との間で1989年より行っている。 図書資料の交換により、送られた中国語資料を配下するコーナー。資料交換は、金量図書館側から持ちかけられたもので、平成3年度からは、交換資料用の購入予算が予算化されている。2階の郷土資料コーナーの中にある。書棚2台に、郷土知事、郷土文化、中部県、県、市、郷土人、各種文化施設、図書館、郊外。 環境関連の7分や約150キーワード2000冊に及ぶスクラップが廃下されている。元経済指揮者の知野信弘は新聞の切り抜き資料を現在でも言っている数少ない図書館であると評価している。ありがとうございます。